今回は漫画家の一方輸入覚醒聖子とエルトラップさんにノーマル源の寄り方の視点をいただきました。投稿者が不得意な近距離でグイグイと詰めていくプレイスタイルやから乱撃制約をうまく活用してていいなと思ったよ。突撃バカチンガー。反逆の乱撃が10月4日の調整で武力上昇値がプラス8からプラス10になったよ。戦場にいる味方をランダムで一部隊撤退させるデメリットを持つ段階強化、その分効果も高く乱戦ダメージ速度が2倍になる。効果時間 7.1 カウント。乱戦は相手より武力が上かもとかでダメージの差が出やすいから武力上昇値2の差は大きい。コスト比武力に特技リフォームあるカードを持つ計略として優秀。旧三国志対戦から長く活躍したレアティエンに時期プラス1で乱戦速度2倍がつくと考えれば破格。できている。バカチンガよ。次の相手はドイツだ。さあ見切っていよ。まだ俺の役目は残っていた。武家の力は多くの犠牲の上に成り立っている。無念でございます。そこに見切っていよ。突撃消えん。バカ野郎が。見切っているよ。突撃突撃。見切っているよ。次の相手はドイツだ。流派発動。一の型流派発動。二の型命に変えても守るべきものを守る。押す。消えん。少し休みましょうか。三浦の加護を君たちにも授けよう。バカチンガー。バカ野郎が。覚悟はできている。バカチンガー。次の相手はドイツだ。バカチンガー。まだ俺の役目は残っていた。流派発動。三の型バカチンガー。お前の志はそんなものか。命に変えても守るべきものを守る。
剣で決着をつけるぞ。そこです。見切っているよ。おじいさま、バカチンガー武家の力は多くの犠牲の上に成り立っている。覚悟はできている。三浦の加護を君たちにも授けよう。ここまで相手が戦機を叩いてないから増援警備呼んで。均等に削らないように固くない箇所から狙った感じかな。この辺りの判断いいですね。お前の志はそんなものか。バカチンガー出撃。戦機見切っているよ。来てあげたけど。バカチンガー流派。こんな感じで乱戦で一気に溶かすことができるから。身の肩武力上昇値が上がったことでその文化力も耐久も強化されて相手の密集地帯を壊滅させられる良い計略になったと思うよ。バカチンガー見切っているよ。少し下がって様子を見よう。弱っ。こんなんじゃ他の四天王が出る。ご視聴ありがとうございました。